い、どうもしおみんでございます。今どこに来てるかと言いますと、京都のですね、四条大宮の駅に来ております。それでですね、まだ朝の7時30分ぐらいでございます。土曜日の7時半に、四条大宮の駅に来ております。今から何やるかというとですね、嵐電の旅に行きたいと思っております。嵐電でですね、各駅にちょっと降りてみてですね、どんな駅があるのかっていうのをね、ちょっとね、全駅制覇してみようかなと思っております。とりあえずね、一旦まだ朝も早いことなんで、嵐山に出てですね、四条宮の方に帰ってくるという工程で行きたいと思っております。それでは行ってまいります。はい、嵐電だけのですね、1日乗車券っていうのがなくなったみたいなんです。で、地下鉄と嵐電両方乗れる1日乗車券1200円します。おで、これで、行ってみたいと思っております。それではとりあえず嵐山向かいます。はい、どうも、嵐山駅、嵐電嵐山駅に着きました。まだ8時なんでお店はやってないし、お客さんもほとんどいません。またですね、違う動画でもですね、嵐山紹介してますし、今後もまたするかも分かりません。じゃあ先を急ぎたいと思ってます。それでは、ではこっから四条大宮に向けて一駅ずつ進んでいきたいと思います。
お待たせいたしました。4番線から北白馬一丁行きですから、発車します。
はい、どうも、しおみんです。朝のね、7時半ぐらいにね、出発して、今12時半なんで5時間ぐらいですね、南電の旅やってまいりました。で、今ですね、四条大宮に帰ってきております。ただね、四条大宮でね、やりたいこともあるんで、まだ終わりません。フルーツサンドを食べに行きたいと思ってます。とりあえず行ってまいります。